進化分類学は分類学における一つの立場であり、生物を系統関係と表現型の類似性との両方に基づいて分類する考え方である。伝統的な分類学では生物を表現型の類似に基づいて分類している。これは原始的な進化段階にある生物に共通の形質イコール共有原始形質を持つ一群をまとめて一つのタクソンとし、そこから出た。 共有派生形質を持つ一群をまた別のタクソンとする一方、分岐分類学は、側系統群を認めず、表現型の類似性が完全に無視される。よく知られた例として、爬虫類と鳥類の分類がある。鳥類は、爬虫類の中の一つの単系統群であり、分岐分類学では、鳥類と爬虫類を排他的な蜂村として扱うことができず、この分類は、 人間の直感と反する。進化分類学は、系統樹における枝分かれのパターンを考慮する一方で、伝統的な表現型の類似性による分け方も認めている。従って、側系統群を、タクソンとして容認する。しかし、分岐分類学からの伝統的な分類学への、批判、派生形質を恣意的に選ぶことになる及び進化に、関する、単純なものから、 複雑なものへ進歩するという古典的誤解も助長しかねないという問題は残り続ける。進化分類学の用語法で言えば、側系統群はすべて、ある共通祖先の子孫だという意味で単系統群でも、あるが、ただ関系統群ではないということになる。なお、日本語では、進化分類学的な考え方を系統分類学と呼ぶことも多いが、 分岐分類学のことを系統分類学とも言うので注意が必要である。ありがとうございます。